これ以上の戦線の維持は無理だな。交代するかい？ああ、交代しつつ応戦する。アリア、ルナール、セシル。はい。何？呼びました？遅れるなよ。ですわ。行くよ。行くぞ。私の番だね。私の番ですわ。私の番だね。終わりだよ。ですわ。私の番だね。
終わりだよ。行くぞ。こう。行くぞ。こっちはなんとか片付いたわね。ルナール、何？そっちはどう？もう敵はおれへんよ。そう、あとはこんなところにいましたの？急に話しかけないでよ。びっくりするでしょうが。何怒ってますの？それよりヒューイさんは？え？あんたと一緒じゃなかったの？知りませんわ。私はてっきりあなたと一緒だとばかり。え？ヒュー君おれへんの？みたいですわね。なんで？うちら置いていかれたん？そんなはずありませんわ。あの人が遅れるなって私たちに。まさか。何か分かりましたの？なんでもない。うるさいですわね。急に耳元で大声を。すやかて、あれ敵？逃げればよ。逃げるって、まだヒューポンが。今は生き残る方が先。死んだら隊長を探せないんだからね。わかりましたわ。行きますわよ、ルナールさん。はい。ったく、何でもかんでも勝手に決めるんだから。何のために副官よ。アリア、何をしてますの？さっさと行きますわよ。わかった。なんとか振り切ったみたいだね。ああ、残ったのは私たちだけか。アリアたちとははぐれたか。心配しなくても大丈夫だと思うよ。あの子たちもあれでしっかりしてるし。もっとも君が心配してたらの話だけどね。何が言いたい？とぼけなくてもいいよ。わざとだったんだろ？君が迎撃させた時から気づいてたよ。いつもならそんなことさせないからね。はあ、図星だろ。まあな。どうせあいつらリュートへの道なんて知らないし、たどり着いた頃には戦争は終わってるだろうからな。やっぱりね。ねえ、ん？本当に行くつもりなのかい？あ？君は私の確証、正規の軍人じゃないんだ。何も私たちと運命を共にする義務はないと思うけど。義務とかじゃないよ。ただ会いたい奴がいるだけだ。会いたい奴？ああ。前に言ってた人だね。前？歴史を作ってくれる人。よく覚えてるな。物覚えはいい方なんだ。そうか。まあとにかく一度あいつに会っておかないとな。なぜ？堅苦しいあいつのことだ。どうせまだうじうじ考えてると思うし、ちゃんと一度話をしてあげないと。友達思いなんだね。
だったら裏切ったりしないよ。確かに。でもそれだけじゃないだろ。ん？死ぬつもりなんだろ。まさか。嘘は嫌いだよ。君を見てるとあの男を思い出す。あの男？グローって言ったかな。君は彼と同じ目をしている。死に場所を求める目。男はみんなそう。ガヤクだってそうだった。後に残されるもののことも考えず、自分の思いだけで死んでいく。私はもう何も失いたくない。君を失いたくないんだ。失う前に初めて気づいたものだから。分かった。約束するよ。俺は死なない。だからもう寝ろ。分かった。そうそう、そうやって聞き分けよく。キュウイ。ん？ありがとう。あれが、そう、ルーシエラの首都リュート。邪神はどこにいるんだ？邪神？リュシスのことだ。さっさと邪神を倒して被害を抑えようとするに決まってる。いきなり大将を狙うってわけか。二人で大軍相手にできるわけないだろ。まあ確かにね。あれだよ。どれ？あのひときわ高い塔、あそこに暗黒神、君たちが邪神と呼ぶ者がいる。あんなもんよく建てたな。私たちの力じゃないよ。暗黒神の力で立っているんだ。暗黒神の？そう、彼の出す磁場があの塔を保っている。そこまでして建てることないだろうに。どうしても必要だったらしいよ、光明神と戦うためのシンボルがね。なるほどな。あの塔の下で代々戦意高揚してきたってわけか。そうでもしないとまとまらなかったんだと思うよ。厄介なことで。けどその塔も燃え落ちようとしている。ヒューイ、本当にいいんだね。私はできれば君を。くどいやつだな。安心しろよ。別に俺はお前のために戦うってわけじゃないんだし。そうだったね。しかしどうやってあそこまで行くかな。それなら心配ないよ。ちゃんと抜け道があるから。抜け道？そう、秘密のね。どこに？それは明日のお楽しみ。とにかく今日はもう休もうよ。そうだな。まだ着かないの？もうすぐだよ。あった。どれだ？あの井戸。どうかしたの？いや、すごく不自然だなと思って。他に形を思いつかなかったんじゃないかな。嫌なら別に使わなくてもいいけど。いえ、使わせていただきます。じゃあ行こうか。何も見えん。抜け道ってのはそういうもんだよ。もうどれくらいだ？かれこれ二国ってとこだね。なあ、ん？本当に方向合ってるんだろうな。多分ね。多分って。仕方ないよ。私だってここを通るのは初めてなんだから。ああ、そう。怒らなくてもいいだろう。俺はこんなところで死にたくない。
それは私も。なんだ。あった、ここだよ。本当だろうな。少しは信じてほしいんだけど、そう短い付き合いでもないだろう。長くもないんだけどな。おい、出ていいか。ああ、誰もいない。よいしょっと。なんだよ。思ったよりじじくさいと思って。打つぞ。冗談だよ、冗談。で、とうは？こっちだよ、私について。あっ、げ、て、敵だ、敵がいたぞ。見つかったか。誰だよ、誰もいないって言ったのは。仕方ないだろ、見えなかったんだから。うん、とにかく倒すよ、とうはあの向こうなんだから。